義母先生2はいさい義母ちゃん義母先生ご覧の皆さんはいさい義母先生ご覧の皆さんはいさいはい、今週ははいさいおじさんちょっとやってみました。結構ね、童謡とか民謡とか、エイサー曲をやってきましたけど、まあメジャー曲の中からちょっとハイサイウソもやってみようということで、やってみました。まあ、実は、義母チューブというね、人気企画がありました。知ってます？見てない方見てくださいね。リンク貼っておきますんで、義母チューブでも、カバーしてるのがこのハイサイおじさんなんですけども、まあ、今週はね、義母先生で、カバーしましたけども、この有名な沖縄の曲ですね。ハイサイというのはこんにちはおじさんという感じで始まる曲で、歌詞はその演奏動画出してます。演奏動画の歌詞見てみてください。まあ、ちょっとね、まあ、子供とおじさんのやり取りの歌詞なんですけども、まあ、なかなかこのなんていうんですかね、おませな、ませた子供ちゃんがおじさんに話しかけて、昨日の3号瓶残ってたら飲ませてくださいよと子供が言うんですよ。子供が子供がいきなりおじさんに、こんにちはおじさん、昨日の3合瓶のお酒残ってたら私に飲ませてという、何度もこうおませな子供のね歌詞なんですけども、まあそのおじさんはさらにこうね、上手を行くという感じで返していく。酒飲みの俺が、昨日の酒残ってるわけないじゃないか、一生瓶持ってきてくださいみたいな歌詞も出ますけども、子供とねおじさんのやりとりを実は歌ってる歌詞ですね。キャッチボールの歌詞、もうこれ2万3万4万とまた続いていきます。そしてさらにこのおませな歌詞がどんどんこうエスカレートしていきますんで、このハイサイおじさんね、まあその歌詞意外と知らない方も県外の皆さん多いかもしれませんが、どういう歌詞ですかって聞かれると、まあ結構僕らはね、その子供たち家族連れのお客さんに説明するときはちょっと躊躇するぐらい結構おませな歌詞が出ます。甲子園のね、まあ応援ソングでもタタタタと流れてますけど、まあ、高校生が歌うにはふさわしくないかなと思う歌詞なんかも出てるんですけど、やっぱりメロディーが面白い、キャッチーなので、まあ、相変わらずね沖縄の甲子園出場チームが出たら応援ソングになってますけど、そんな、メジャーなハイサイおじさんを今週は、深掘りしてみました。あなたもぜひハイサイおじさんトライしてみてください。難しいけど楽しいよ。